佐賀さん、なんかいいですか。大Kパニカンの後のコンボ選択なんて。はい。やっぱね、すごいいろんな種類があるんですよ。で、そう、佐賀さん今そのコンボ結構運用してると思うんですけど、はい。俺のおすすめのコンボがこっち示すか。膝2回から中ディマカイルス。2回中ディマカイルスで大足、これ大足が入るんですよ。大足ってこれ何すか。しゃがみ大キック、しゃがみ大キック、 それのためない版が入ります。あ、へえ。あれ、膝中ディマカイルス効果。そう、これがね3600点なんですよ。はい。でラッシュで置き攻めできるんですけど、はい。さっきの釈迦さんのコンボとちょっと一回比べてみないですか。やべ、俺何しなきゃ。釈迦コパか。あ、本当全然変わんない、ね、そんな変わんないんですよ。これ今ドライブゲージ3本使ったんですけど、はい、3本使っていつだ、多分200点ぐらい増えてる感じ。おお、本当だ、これいい。で運びもこれ十分なんで、これコスパめっちゃいいですね。ドライブゲージ1本なんで。あ、本当だ。でラッシュしてみたいな。あ、じゃあなんか SA3 とかまで行きたいときはリーサルだってなったら普通にこっちでいいですか。そうそうですね、そうですね。もうリーサルときはもういくらでも全部入った方が偉いんで。だから結構コンボ選択こういっぱいあるんですよ、この台形のとこ。へえ。やっぱ運びたいんだったら、そう、全然。ほんと状況いい。であと壁に近いんだったら、はい、オーディークアドリガーを絡めたりとか。壁近かったらまあ、そう、オーディークアドリガー直接行ってみたいな。そうそう、 OK っす。でこれもうちょっと、うん、あの突っ込んだ話をすると、壁がちょい近いぐらい、そうそう、それぐらいだと、はいはい、ラッシュ膝からオーディクアドリガってルートもある。オーディラッシュ膝、ラッシュ膝オーディクアドリガ。あ、そうっす。おお、そう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 、これ最初に覚えた確か。でこういうルートもだ、壁の位置によってやっぱこのコンボ選択を変えるみたいな。膝入れた方があれですよね、ちょっと運べるから壁に結局張り付いた後の追撃も入れれるようにするみたいな感じです。そうそうそう、そうなんですよ。今回のマリーザは大Kを結構打ち当てるのがかなり大事なですよね。大Kが強くなったんで、こう大Kをブンブン振ってもいいぐらいの、そういうなんか、なんでしょう、調整方針みたいなのもあるんで、なのでこの後のコンボ選択は結構戦況に影響するので、なのでこれを進めてます。ベース、基本ラッシュか。いいよ、きた、ナイス、やべ、バッチリ選択した。ほら、ドライブゲージめっちゃ残ってる。これっす。へえ。これでラッシュできたっていう。いや、確かにゲージ選択めっちゃいい。そう。おすすめコンは真ん中で中中当たった時、はい、真ん中で中当たった時にラッシュ膝ダイクアドリが、はい、ごめんなさい、オーディで打ち上げてオーディディマやって、オーディディマやって、ラッシュ膝、いや、ラッシュ膝ダイクアドリガス。オケ、こう、おお、そう、それ、それ、運ぶ、これね、めっちゃ運ぶんですよ。これ、大体真ん中で、開幕真ん中ぐらいでチューチュー当たったら、はい、もう一気に走っていくんで。開幕の位置に行って、ああ、もうそれこそ相手がこの辺くらい、相手のラッシュを止めましたっつって、あ、止めて、ここでチューチュー当てて、これから端行きます。そう、ほんとだ、すげえ。もうちょっと手前でも行くぐらい、もうラッシュ止めたっつったら、まあでも確かにこんぐらいか。そう、これ行く、
全然効率作って、ここはもう一回ラッシュすればそうとか、これはかなり反映性あるんでおすすめで、これ注意なのがその 大打ち上げは入んないんで、大打ち上げから膝は入んないんですよ、これ OD じゃないと入んないんで、大あーへえ OD の方が浮きが高いんですよ、なるほど、だから膝が入るんだけど、ここは膝入んないんですよ、本当だ、そう低いんで、これがちょっとややこしいんですけど、やっぱチューチュー決めた後はこのルートは何によるんですよね、あれちょっと何によるんだよね、ここオーディグラディウス打つと相打ち取れますね、どれですか、全てガードにして、はい、チューチューってやると、はい、チューチューこれ結構チューチューガードした後、これ結構みんな昇竜拳打ってくる、あえこれ OD 勝てるんですか、これ OD をちょいた、うん、ちょいためで打つんですよ、うわーラシードと一緒だ、そうラシードと一緒です、そう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 あそう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 、あ相打ちにもならない、今これ今これ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 成功する、これ相手ドライブゲージ見てほしいですけど、めっちゃ減ってんすよ、ほんとだこれもう、でこっちほんとちょっとしか減ってないんですよね、ほんとだ、なんでこれはいいぐらいあんまやってよさそうだなと思ってますね、らしいと、ただこれタイミングつかまなきゃいけないから、確かにそう、ちょっと慣れが必要な、ここはもうガッツリキャラ対策ですね、合気対策、これは使っ完璧完璧 OK 完璧、よし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 、きたきた、めっちゃ緊張した今、このルートバッチリ見えたっすね、見えました、今のは超偉いっすわ、最近結構そう、あのオーディファランクスがやっと出てくれるようになりかけてる、さっきのやっぱシャカタのリーサル良かったな、右端のあれ嬉しかったもん、しかも距離とかゲージの状況とかもう全部が絶妙で、もうそれしかないっていうルートをちゃんと取れたのが、あれはもうねめっちゃ偉かったっす。